どうも、ファルコです。ウマ娘コラボで突然ゴルシキューとかいうよくわからん難易度が追加されたのでやってみます。564って数字が強いのか弱いのかは謎。愚かなる者よ、キレッツがいい。使用デッキは前の動画で使ったハンドレスバンプ。まあどんなデッキだろうと先に引き倒してしまえばいいってことよ。なんだ、謎のカードが加わったぞ。ハンドレスデッキの手札増やすのやめろ。こっちの初動は超理想の先1ハンドレス、さらにパラセリで押してられる完璧な展開だ。この謎のカードはゼロコスだからさっさとバカターレー。アップねえなこの野郎。バールとゼロコスだったからよかったもんだが、ここでパラセリでとか引いてたらハンドレスにならなかったじゃねえか。まあいい、多少ドローしようが私のタクティクスに乱れはない。眷属への贈り物を使ってハンド2枚、エンド時の底なしの契約で2枚捨ててハンドレスだ。次のターンからはハンドレスをキープしながらパラセリゼで削っていくぜ。はは、この圧倒的スピードに追いつけるかな。追い込みが得意な君ではこの速さに。どうも、シャミコです。今回はパズルに新しく追加されたゴルシキューをやってみたいと思います。これは正解例というより悩みながらプレイしているだけの動画になります。なので普通にミスったりすることも、とりあえず正解だけ見たいんじゃって人はシークバーいじってください。さて、クリア条件は相手の体力をゼロにすることで、相手の場には壊略の壁。こっちは機械カード中心のハンドか。このギガキマ何なんだろうな。トラックか。こいつだけ機械と何の関係もないんだよな。そういえば機械系のパズルって前にもあったような。初手はこいつだな。これだけの手札、PP 回復なしはありえない。それから実質 PP 回復のこいつも最初に効果付与しておく必要がありそうだ。今ヨハンが反応してたな。こいつの効果は、なるほど、ヨハンで機械フォロワーに突進を付与して、リモニウムの救済を回収しまくればいいんだな。エンハンスを解除してリモニウム進化、あとは機械カードを特攻させまくるのがこのパズルのメイン展開になりそうだ。ダミアンは全体バーンか。ならこいつのダメージが無駄にならないよう宛先を考えないとな。停止します。とりあえず救済は次に使うであろうカードに集中させておく。ご覧ください、ぜひお試しを。ランテスの効果は見なくても知ってる。ジャバでお世話になってた。場に機械カードが並んでるうちにダミアン投げる準備しておくか。嵐よ、過ぎましたか。アクセラデッドメタルは救済3枚回収になる。マシンブックの PP 回復と合わせて1枚から 6PP 回収だぜ。PP が全回復しそうだな。コスト高いグライアスのコストでも下げるか。救済の PP 回復を無駄にしないようダミアンのコストはこれ以上下げない。停止します。なるほどな。これフィニッシャーはギガキマか。救済がスペルだから機械カードをぶつけまくって、救済連打でギガキマのスペブを貯めてから、マシンブックの PP 回復で9コス用意すると、それならトークンスペルも使えるように展開した方が良さそうだ。ファースト1で5コス消費した後 9PP まで戻さないとな。ファースト1は5面並べて一気に進化させる。グライアスのバフスペルもなるべく横に広げないとな。ファースト1、グライアスの移行で8コス、いやマシンブックが反応するから実質6コスか。見えてる機械フォロワー全員破壊で救済6枚回収。プラマイ0で今が 9PP だからギガキマのコストは足りてるな。救済は全部イージスに使えるから問題なし。あ、これいけたわ。一発クリアですわ。ここは先にダミアン出すべきだったか。 PP 回復無駄にしたくない一心でエコー使ってしまった。今こそ回れ、螺旋のギア。
ローラは進化してたのか、ローラぶつけてプロダクトマシーン残すべきだった。イコーと合わせて4転損したな。まあギガキマ投げた後相手体力4だったらほぼクリアみたいなもんだから。遊ぶとしようじゃないか。敗北ということか。最後に救済を全部イージスに使ってぴったり 9PP 初見でクリアしてしまうなんて、やはり私は天才じゃったか。よっしゃ終わり、ゲストでうぞうむぞう。OK、ガバッタ打点足したらぴったりだ。さっきのイコーアンロックガバをケアしつつ、ギガキマ用の PP を確保したルートがこちら。聞いた話によるとデッドメタルを通常召喚するべくルートがあるらしい。難易度的には超級ほどじゃなかったな。まあ今回の超級まだやってないんだけど、誰でも頑張ればクリアできるようにしたってところか。激ムズ担当娘がいるとしたら誰になりそうかな。ご覧ください、ぜひお試しを。やれやれ、無理無理、攻撃停止します。デマ承知、デマ承知、デマ攻撃停止します。開演だ、起動します。はせ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 、デマ承知、攻撃停止します。攻撃停止します。攻撃停止します。デマ承知、デマ承知、デマ承知、静かなうちに去る。ノリで適当に回してるけど最後ちゃんと PP 足りるんだろうかこれ。現在 4PP、救済後毎回収だからコストはぴったり。ここではイコーとアンロックの4点が追加されてるから打点もぴったりだな。敗北ということか。攻撃停止します。攻撃予言を覆すか。デマ承知、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 よし完璧、今度こそ終わりだ。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。